皆さんこんにちは、現実ですよ、ね、夢見てると思ったでしょう、ね、いや夢みたいですね。そうですね、小沢さん私ここに並びたくないよ。いやわかります。でもあの同じぐらいの精神をしてます。わかりますよが一番の悪口、ね、並ぶの嫌な気持ちがわかります。皆さんよろしくお願いしますね。まあ皆さんね、もう面倒のモデルとしても大活躍していますが、もう役者さんとしてもいろいろ華々しい形で、ね、これちょっとね、大活躍で、その自己紹介とともに自分が今どんな作品やってます出てますってのを聞いてってもいいですか。じゃあお願いいたします。皆さんこんにちは、柳俊太郎です。僕は、映画ハイ&ローザムービー3ファイナルミッションが11月11日に公開されます。あと TV ドラマ CX でふらり松尾芭蕉が放送中と、あと、Amazon プライムドラマ東京アリスが放送中です。よろしくお願いします。たくさんありますね、はい、ありがとうございます。はい、さらにさらに聞きたいよ。皆さんこんにちは、森谷浩二です。こんにちは。僕は BS スカパードラマの弱虫ペダルシーズン2が毎週金曜日21時からオンエアしています。そして映画ハイ&ローザムービー3ファイナルミッションにも出演していますので、よろしくお願いします。さあそして皆さんこんにちは、清原翔です。僕はやっと CMゼクシーとポケモン GO に出てるんですけど、そうだ、そうなんですよ、タクシーで、そうなんですよ。あと、映画まだ情報解禁前なんで何も言えないんですけど、近々報告できると思うのでお楽しみにしててください。なんでしょう、チェックしてくださいね、要チェックや。さあそして、はい、こんにちは、成田亮です。すいません、ありがとうございます。あさって月曜夜9時からコードブルーが最終回なので見てください。最終回ですね。最終回です。さあどうなるかなんですけども、どうなっちゃうんだろう。映画なんですけど来年3月に、そうニワトリスターです。言っちゃった成田くんのセリフ赤いモヒカンにしてわなわなとやってますので、またガラッと違う、ちょっとまだ遠いんですけど、うん、ぜひご覧ください。いろんな幅があるね、そういうコメディータッチもできる、ああいうシリアスもできる、みんなすごいよ。さあそして、はい、こんにちは、山本涼介です。僕はですね、今年の12月28日と29日に行われるメオンスタイルという、イベントに出演させていただきます。そして、来年の1月27日公開の、映画ちょっと待て野球部に、出演させていただいてます。ぜひ皆さん見てください、よろしくお願いします。よいしょ、お願いします。素敵じゃないの、素敵じゃないの。さあそして、こんにちは、鈴木仁です。はい、去年のメンズノンのオーディションでメンズノンのモデルに選ばれました。今年誰がどういう人が入ってくるのかすごい楽しみです。はい、ウイウイシーさ、なんかさ、みんながさ見守ってるんだよ、可愛くてたまらない、そのジンが、そんな感じするね。一言一言しゃべるのみんながいいぞいいぞって感じで、ね、見守ってあげる感じが愛されキャラですね。そして聞いてました、オーディション、オーディション、はい、オーディションなんです。はい、実はですね、皆さんには第32回メンズノンノの専属モデルオーディションの応援にお越しいただいてるんです。なるほど、なるほど、そういうことなんです。今回2361名のエントリーから面接とカメラテストを通じて、通過しまして、ファイナリストの10名が最終の読者投票中ということなんですが、本日その10名にお越しいただいております。早速ご登場いただきましょう、どうぞ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 。いやー未来のスターだ、どうぞどうぞどうぞ、グイグイと。いやみんな背高い、そうね、すごい身長。小沢さん、はい、俺本当にこの子たちと同じもの食べてるよね。食べてると思います。こんな世の中こんなかっこいい男いっぱいいんの、おい、神様ペース配分よ。いや本当にすごいですね。すげえな。これいつ最終発表なの。最終発表はですね、
10月10日のラフォーレミュージアム原宿で行われる公開オーディションイベントにて決定するんです。そうなんだ、公開オーディション、贅沢なイベントだよね、これだけの皆さん見れるの、ね、すごいですよね。じゃあ意気込みとか聞いてみます、はい、聞いてみましょう。じゃあ誰にしようかしらね。さてどうですか今意気込みは。専属モデルに必ずなってもう一度この舞台に立てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。よいしょ、皆さん応援してあげてね。もう一人ぐらい行ってみますか。じゃあ、金髪の言い方よ、金髪のって言い方しなさんな。楠木拓郎と言います。楠木くん、一生に一度の夢をつかめるように頑張ります。よろしくお願いします。よ、応援してあげて。夢、さあちょっとね、先輩たち、未来の後輩にちょっと一言いただけますか。先輩、じゃあそうですね、お願いします。はい、いやもうなんか全員なったらいいのになって思うんですけど優しいな、優しい心、そう思うけど戦わなきゃダメだと思うね。そうですね、うん、待ってます。一緒に撮影しましょう、楽しみにしてます。これは嬉しい励みになるよ。本当ですね。さあ、熾烈なオーディションはね、楽しみですね。どうやって投票とかあるのこれ。はい、現在、うん、メンズノンノのウェブにてこちら皆さんの読者投票を10月9日まで実施中です、うん、そして10月10日のメンズノンノモデルの公開オーディションイベント、こちらに参加されたいという方はメンズノンノのウェブから9月25日まで応募が可能となっております。なるほどね、皆さん未来のスターが生まれる瞬間に立ち会えるって、これ相当レアよ。いや、そうなんですよ、立ち会えちゃうんですよ。ちょっとね、ご応募していただいて、ね、はい、このみんなの運命はあなたたちが握ってるんですよ、ね、俺喋ってる途中に他の人にキャーってやめてよ、寂しいじゃない、うん、ねえ、いや皆さん、はい、ありがとうございました。メンズのモデル、そしてファイナリストの皆さんでした。大きな拍手、ありがとうございました。ありがとうございました。3回の拍手ごめんなさいね。ここでなんと、はい、今まさにステージを終えたばかりの皆さんに来ていただきました。いるじゃん、いるじゃん、はい、メンズノンノの皆さんです。どうぞ。はい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 、はい、どうもどうも、メンズノンノ、あららららら、メンズノンノ、さすがの身長ですね。さすがモデルさんですね。すげえ、すげえって、お兄さんたちの方がすげえよ、ね、すごい背高いですね。本当だ。じゃあちょっと皆さん自己紹介の方お願いしてもよろしいですか。お願いします。はい、メンズノンノモデルの柳俊太郎です。今日は楽しかったです、ありがとうございました。はい、メンズノンノモデルの森谷浩二です。今日は本当に素晴らしいステージをありがとうございました。メンズノンノモデルの清原翔です、楽しかったです。はい、メンズノンノモデルの山本亮介です、すごい楽しい時間でした、ありがとうございました。メンズノンノモデルの鈴木仁です。楽しかったです、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。かわいいね。さあというわけでバービーちゃんどうですか、イケメンだらけ。かわいいね、もぞもぞするかわいい子ちゃんたち、もぞもぞするな。ちょっとバービーちゃんのテンションが上がっておりますけども、どうしました。なんかちょっと私のタイプいるかどうか聞いてみてもいい。お、いいですよ。いいですか。あ、いいですよ。私 AB 型の左利きのクリエイターが好きなんです。はい、ちょっとだいぶね、分かりやすいんですね、逆にね。はい、具体的に、はい、逆に言ったらみんなもクリエイターだと思うのね。第一条件クリアしてるわけ。確かに確かに、うん、今すごい勝ち上ってるわけねで、AB 型か左利きの方います。あ、いたら手挙げてください。せーの、はい、終了でーす、終了でーす、さあ、というわけでですね、ごめんなさい、お時間がないんです。はい、そうでしょ、もうないんですよ。ないの。はい、皆さんからね、はい、視聴者の皆様にメッセージ、告知がありますんで、はい、よろしくお願いいたします。告知お願いします。はい、何か告知ございますか。はい、映画ハイアンドローザムービー3、ファイナルミッションという映画が11月11日に公開されます。はい、あとふらり松尾芭蕉というのがフジテレビで、放送してます。あとアマゾンプライムで東京アリスというのが放送されています。お願いします。めっちゃ言うじゃんありがとうございます。めっちゃ言うじゃん。BS スカパードラマの弱虫ペダルシーズン2に出演しています。 あとハイアンドローザムービー3ファイナルミッションに出演します、していますので、よろしくお願いします。え、めっちゃ、めっちゃ、ね、大丈夫、もうギリギリまでここで終わりますから、全部ちゃんとしてくださいね、はい、告知は大丈夫ですか。僕もハイアンドローで出させてもらってて、ゼクシーとポケモン GO の CM、ぜひよろしくお願いします。はい、僕は1月27日公開のちょっと待て野球部という映画に出演させていただいてます。ぜひ見てください、お願いします。ラストメンノンの紙面ご覧ください、お願いします。ありがとうございます。じゃあ皆さんで最後ね、かっこよくサナちゃんの名前呼んでもらっていいですか。せーのでいきますよ、はい、せーの、
サラさーん。ハーモニーじゃないですよね、今の。